ナンバーアンダーライン愛平野翔中島県と未来警察ポーズも沸騰の FNS 歌謡祭相葉雅紀の不安払拭優しい司会が大好評7月3日嵐相葉雅紀41と井上聖華アナウンサー29が MC を務める 2024FNS 歌謡祭夏フジテレビ系が放送された 多くのアーティストが登場し歌を披露したが、歌以外ではナンバーアンダーライン愛の平野賞27と中島健と30の再会が注目目、話題沸騰となった。平野さんと中島さんといえば、2020年7月クールに連続ドラマ、未満警察ミッドナイトランナー日本テレビ系でダブル主演としてバディを組んでいたコンビ。 今回、FNS 歌謡祭では番組中盤、<は> CM に入る前に、アーティストが並ぶ際、平野さんと中島さんが隣同士になる場面があったんですが、そこで未満警察を象徴するグーパータッチをさりげなく披露したんです。女性誌編集者。平野の肩に手を置いた中平野<が>に拳を突き出すと、平野はその拳に手を重ね、微笑む。これは、 未満警察で平野演じる一ノ瀬次郎、通称次郎ちゃん、と中島演じる本間会通称海歌何度も行ってきたポーズ。次郎会のグーパータッチ。14年ぶりにこのポーズ見れた。ケンティのグーにすぐに反応する将君ちょうど4年前だね、次郎会ありがとう。多くのファンが反応し、未満警察も X、旧ツイッター、トレンド入りを果たした。 ナンバーアンダーライン愛関連では、キシユタさん28と司会の愛のほのぼのとしたやりとりもファンを喜ばせました。相葉さんとキシさんは同局の VS 魂21年1月23年9月末の最終回以来の再会ということで、放送前から注目を集めていましたからね。全道ナンバーアンダーライン愛の紹介をする際、相葉はテンション高めに、キー氏、 岸、クーンご無沙汰してますけど、どうですかと再会を喜び、岸も笑顔で、あざっすあざっすあざっす。笑いと返す場面があり、からもほっこりした。全然嫌みなくて自然に声かけてくれた感じで嬉しかった。といった声が寄せられている。岸さんとのやりとりのように今回、相葉さんの MC はきちきちと仕切るのではなく、全体的にほがらかで優しい感じでした。 これはさんは2016年大都合森日の NHK 紅白歌合戦の白組司会をした際に神々だったりファンからも MC には向いてないタイプと言われることも多かった2019年に FNS 歌謡祭の MC に起用されてからも厳しいは続き 2024FNS 歌謡祭夏も放送前は不安視する声が目立ち実際 今回の MC でも噛む場面がありました。しかし、それ以外の部分が高く評価されていて、好意的な意見が多いですね。どう全体的にほがか。優しい相場の MC ぶりは、技術面以外の部分で高く評価されているようだ。相場さんの MC を上手いと思ったことないんだけど、昨日、岸くんっててらいなく話しかけてたところが、彼の MC の良さなのかなと初めて感じた。 いろんなことを難しく考えずくなく振る舞えるところを買われてるのかな。無駄に人を緊張させないというのは MCK ではあんまいないかも。今回は特に相葉くんの司会で良かったと改めて思った。喋りがうまいのが良ければアナウンサーで良いし、FNS って昔から柔らかいイメージもあるし。 しっかりアーティストをリスペクトして、その場にあった返しをしてるのすごいと思う本当全方位に、優しさが溢れていたよ。相葉くんの MC は、優しいということが出ているのが良い。あの雰囲気だけでも番組全体のイメージが柔らかくなるし、そういうものって喋りがうまい。とかただそれだけでは表現できない独特の人間的な魅力だなと思った。といった好意的な声が多く寄っている。 同じく和やかな井上、アナとの相性の良さを指摘する意見もあります。基本的に、相葉さんがアーティストとトークをして、井上、アナが進行面含めて支えている感じでしたね。相葉さんより MC が上手い人はいるでしょうが、アーティストを緊張させない、ほがらかな楽しい雰囲気を作るという点は、相葉さんの持ち味が十分発揮されていたのではないでしょうか。相葉さんは改めて、 自分らしい MC 像を示したと言えるのかもしれませんね。前室の女性誌編集者。相場らしい司会ぶりを見せた FNS 歌謡祭。視聴者の満足度も高かったのではないだろうか。再生時間40秒あたりで行っているのが、今回 FNS で見せてくれたグーパータッチ。ジロ会4年ぶりにこのポーズ見れた、などの声が上がっていた。